としては 4-0 ですけれども素晴らしい粘りを見せました、はい、さあそれでは今日のゲームのハイライトシーンです。まず第一マッチのダブルスは中国元代表選手のジョ選手、シュウ選手というペアに対しまして、ダブルスのスペシャリスト木造りと今シーズン初めて出場という渡辺がペアを組みまして対戦をしました、はい、高い台上技術と、はい、やっぱりコース取り、あとミスのない連続攻撃ですね、はい、本当に素晴らしいペアだったと思います、はい、まあ、この初めて日本でのペアを組んでの対戦ですけれども、はい、この中国ペアのこう印象というのは小林さんいかがですか。そうですね、なので台上技術がすごく高くてですね、はいはい、ミスの少ない連続攻撃が本当に素晴らしかったと思います。木造り選手も、はい、渡辺選手もいいプレーが随所に現れたので、はい、この経験をぜひですね、次にまた生かしていってほしいと思います。琉球は今シーズンここまでは2位なんですが、ダブルスでこの試合前までが1勝5敗とちょっとダブルス苦しんでたんですが、はい、このシュウ選手とそれからジョ選手のダブルスのペアリングというのはこれからもどうでしょう、続いていきそうですかね。そうですね、続いていきそうですよね、はい、さあそして第2マッチは吉村真晴選手と宇田選手、共にかつては同じ琉球でプレーをした同士の対戦ということになりました。結果は3対0で吉村選手のストレート勝利となりました、はい、この第2マッチの印象はいかがですか。ですね、ダイナミックな攻撃的な選手なので、はい、やっぱりこう卓球のですね、はい、繊細さと豪快さが両方見ていただけるような試合だったと思います、はい、ただその中でちょっと宇田選手のコース取りがですね、はい、吉村選手にこう見切られているシーンが多くありましたので、はい、そこはやっぱり吉村選手さすがベテランの域に達している試合巧者だなというふうに思いました、まあ、今シーズンは、ね、非常に好調な吉村選手なんですけれども、今日はそのやはり好調さを維持してきたと、はい、会場の雰囲気を味方につけてましたよね。さあそして張本選手と曽根選手の対戦、ここまで実はビクトリーマッチで1マッチ敗れた以外は全てストレートで勝利をした張本選手ですが、そうですね、曽根選手は本当に内容もパフォーマンスも良くてですね、はい、終始このまま勝つんじゃないかというようなプレーの連続でしたね、はい、ただ4ゲーム目の入り方のサーブの配球が少し変わったところから流れが随分変わってしまったなというのがちょっと残念でしたね、まあ、そのあたりやはりこう苦しいながらも前節はね体調不良で欠場というところがありました、はい、そのあたりも含めてやはりこうしっかりこうただゲームが取れるというのがどうでしょう、張本選手の真骨頂というか。そうですね、張本選手も大変難しい試合だとさっきもインタビューでおっしゃってましたけど、はい、なんとか最後まで勝つチャンスを探してたっておっしゃってましたけど、はい、まさにそういう我慢した戦いだったと思います、はい、最後この両手を高々と上げたシーンが今日の苦しさ喜びを象徴しているのかもしれません、はい、さあそして小林さん、この第4マッチで今度はシングルスでジョ選手が登場してまいりました、はい、そうですね、1ゲーム目見ててもですね、はい、やっぱりさすがジョ選手だなという形だったんですけども、はい、相田選手が2ゲーム目以降サーブエースを大量に作ってですね、はい、相手を崩して、はい、もう本当にどんどん自分のペースにしていくと、でドライブボール、上回転のボールのタイミングとカットのタイミングをうまく織り交ぜてですね、はい、ジョ選手がとてもやりにくそうな試合運びだったなというふうに思いました。このまま相田選手が第3ゲーム終わった時点では行くのかなとも思ったんですが、しっかりこうジョ選手が持ち直して最後は 6-6 からは11対8で勝利しましたよね。本当ですね、本当ちょっとしたサーブの配球とかちょっとしたところだけだったような感じだったんですけど、はい、まあ、そこの隙を見逃さないようにさすがジョ選手だなというふうに感じましたね、はい、まあ、これからねチームいわゆる卓球全体のスケジュールによっては主力選手がこうかけたりする試合ももしかするとあるかもしれませんが、はい、その時にはやっぱりこう貴重なというか大きな戦力になりそうですね。長いサーブを1本目に出すか2本目に出すか、はい、2本とも出すかみたいなところの駆け引きが本当に面白い試合でしたね、はい、今日はまさに卓球の魅力、それを存分に大阪のファンの皆さんも直に味わっていただけた、そんなグランフロント大阪での試合ではなかったでしょうか、はい、あーこのポーズで最後を決めてくれました。さあこれで琉球アスティーダは今日ストレート勝利ということで勝ち点4を加えました。現時点